秋の気配が近づく中山に快速自慢が集う。電光石火スプリンターズステークス、一番人気はもちろんこの子デュランダル、三番人気はこの子です、カルストンレイト、二番人気はここまで無敗二大マイル戦覇者シーキングザパール、真っ向勝負に注目だ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気デュランダル、先頭はカルストンライト、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは6番、3番手に11番、内から行くビリーブ、外を回ります13番、それを見るようにシーキングザパール、さらには14番、少し離れて7番、その外並んで15番、内を回って5番、1馬身離れて1番、10番、続いている第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ、ここから捉えることができるのか。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った、じりじり詰めるシーキングザパール、シーキングザパール、抜け出した、シーキングザパール、まくって上がってくる、200を通過、シーキングザパール、リードは2馬身、足の裏を衰え、先頭はシーキングザパール、シーキングザパールとデュランダル、もつれるようにゴールイン。熾烈な電撃戦を制したのはシーキングザパール、スプリンターズステークス完勝だ。2着デュランダル、3着はビリーブ。ほら証明できたでしょ、世界は可能性に満ちているのよ。